ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりにぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。カンペなしで言えました。こんばんは、こまちゃんが本日はパーソナリティを務めさせていただきます。皆さんお元気でしょうか。3月になりまして、あったかい日々が続いていたんですけれども、なんか今日は急に雪っぽい雨が今お昼過ぎなんですけど降っております。三寒四温っていうのかな、季節の変わり目で寒い日とあったかい日が交互に続いていますが、皆さん体調管理無事にお元気でお過ごしでしょうか。花粉症が全くないので、今んとこ31歳、駒田圭介、まだ花粉症出ていないので全然辛くもなんともないんですけれども、多分皆さん花粉症の方は辛い日々が始まっていると思いますので、まあ頑張ってください。一言ですが、まあ今日はトーク縛り何やトークのコーナーでもちろん行きたいと思うんですけれども、まあ、全日本選手権がもう今週の末に迫ってきておりますので、まあ、全日本選手権に向けてのお話をできたらいいかなと思います。マニアトークのコーナーでは何かに縛ったトークを誰々と話すだけのコーナーです。本日のマニアトークは、全日本まであと3日、水だから木金違うあと2日だあと2日でいきたいと思います。何から話そうかな。日本選手権に出る経緯とかから話しますか、せっかくなんで。まあ去年もそうだったんですけど、全日本選手権になんで出ようかなって思ったのが、まあ去年が約5年ぶりぐらいに出場したんですけど、まあパフォーマーとしてこう人前で演技させてもらう機会をいただくにあたり、なんかこう度胸がなくなってきている自分がこうを感じまして、ちょっとこのままではまずいなと思ったので、なんかもう一回こう自分をケツを叩いてこう厳しい状況下に置いた方がいいのではないかなということから、去年全日本選手権に挑戦をしたんですけれども、まあ、今回もそれが一番の目的というか大きいかなと思います。こう自分のスキルアップというか、こう現状維持というかスキルアップ含めて、こう度胸試しじゃないですけど、本番の場数を踏んで、あそこのやっぱり競技の会場で演技をするっていうことはやっぱり過酷な状況だと思いますので、こう自分を奮い立たせてもう一回やりたいなというふうに思ったところから、今回も出場を決めました。ダンストワールに出るんですけど、まあ、曲が今回からシニアは変わりましたので、まあ、ちょっと難しい挑戦にはなるかなと思いながら、まあ、そんなところも楽しんでできたらいいかなというふうに思いながら今日々練習に取り組んでいます。去年と同様、今回もまん延防止とか緊急事態とか去年もいろいろあって、皆さん過酷な状況で練習に取り組んで、もしくは練習に取り組めてない方もいらっしゃるかと思います。その状況でこう自分のベストの演技を尽くしていくっていうことは、多分今までにない大変な状況だと思うんですけれども、まあ、皆さん同じだと思いますので、みんなでこう称えて尊重し合っていけたら素敵な大会になるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ぶっちゃけトークをすると、ギリギリまで大会に出ようかすげえ迷ってたんですね。なんでかっていうと、
まあ、自分の生徒の指導もありますし、他にもやらなきゃいけないことがあって、自分は不器用なので同じこと一つのことを頑張ることはできるんですけど、こう同時進行で全部をこなすっていうことがとっても苦手なタイプなんですね。なのでやりきれない自信しかなくて、どうしようというふうに考えていたんですけど、まあ、エントリーしとけばよかったなっていう後悔をするよりは、まあ、しといた方がいいかなと思って、とりあえずエントリーをしました。で、年明けた時にも振り付けができていなくて、できていないというか、もう取り掛かってもいなくて、本当に出るのっていう空気感がきっとあったと思うんですけど、まあ、ちょっと重たい腰を上げてやるかって言って振りを起こしてやり始めたのが1月、年明けてちょっとぐらいかな。もう関東予選も1ヶ月切るよっていうぐらいの時に振りを始めたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、そうなるよね、ザザザって作りまして、そこから練習を積んでいったんですけど、まあ、なかなか仕上がらずに2月は迎えてしまって、まあ、あの出来が今の自分の実力だなっていうふうにこう受け止めて、次に3月に進んでいる今なんですけど、まあ、3月になってから練習の仕方をちょっと変えまして、今まではとにかく通しをしなくちゃ体に入らないと思ったので、その振り付けしてからの時間が短かったので、こうできない技を、できない場所をこう掘り下げるっていうよりは、もう本当にできてもできなくても通すみたいな練習をしてました。まあ、1日5回から10回いかないぐらいの数をとにかく通して、でその中で何回ノードロップが出るのかっていうのを記録していったんですけど、まあ、平均的に、まあ、1から2は絶対にバトンが落ちていて、あの確率とかこう統計的に落ちていたので、まあ、本番のあの出来は実力、練習通りかなっていうところで至ったんですけど、まあ、3月に向けてちょっとそれではダメかなと思ってシフトチェンジをして、もうノードロップを何回、1日何回出すって決めて、とにかく投資をしていました。で、通す時もあれば、まあ、早い段階でドロップしてしまった時はもう音を止めてっていうことをしているんですけど、まあ、通して、とにかく通していた2月に比べると、やっぱりこうノードロップを達成するっていう3月にしてから、こう出来が安定してきたというか、ドロップの振り幅がちょっと減ってきているのかなというふうに感じています。まあ、確かに2月みたいにとにかく通していないので、まあ、投資の時のドロップ平均は出せていないんですけど、その中でもこうミスする場所が決まってきたりとか、こう、まあ、安定はしてきているのかなっていう実感が感じられるようになったので、そのままこう本番に向かって持っていきたいなっていうふうに思っています。2月から自分で、まあ、携帯の方で練習ノートみたいのをつけていて、どこで落として何本で今日は何分間で達成できて、バトンを持ち始めてから何分後に投資をしてとかいう、まあ、軽いメモみたいな感じで書き残しているんですけど、まあ、2月からのノードロップの累計が今89回になりまして、全日本の本番までに100回達成しようというふうに決めて今取り組んでいます。調子がいい、なんかどこまで話していいのかな、話してさ本番できなかったらとか思うタイプなので、本当は全く話したくないんだけど、例えば今日は5回出そうっていう時とか、今日は8回出そう、ノードロップ8回出そうとか思ったり、まあ、10回出そうと思ってやった日もあったんですけど、まあ、調子がいい日悪い日もちろん波があって、その波を少しずつこう振り幅を減らしていかなくちゃいけないのが課題なんですけど、まあ、15回やって10回できたりとか、もう18回やって5回しかできなかったとか、まあいろいろ波はありますが、そういう確率のこともちょっと考えながらいつもメモを残しています。ちなみに昨日はジュニアフェスティバルがありまして、僕は東京都の理事になったので、運営の方を終わった後に最後に東京都所属の団体に貸し出しがあったので練習をしたんですけど、昨日は1時間ちょっとで7回のドロップを出しました。でも多分通したのが16回か17回ぐらいだったので、
まあ、2回に1回出るか出ないかみたいなところに今はいます。本番が、まあ、予選決勝と2回ありますので、まあ、そのうちのどっちかがノードロップ出たらいいなっていうような確率になっていますが、本当は3回に2回とか出たらいいかな、5回に4回とか出たらいいかなとか思っていて、もう一つちょっと時間がないんですけどステップを上げたいなと思っています。でも連続で2回3回ってノードロップが出るようになってきたので、連続で出るっていうのは確率も少し上がるのかなって、知らない、数学すごい苦手なので分かんないですけど、連続で出てるってことは、まあ予選決勝で出る可能性がなくはないっていうところにいるのかなと思うので、なんかそれだけやってきた自信を、それやってきたことを自信に変えてフロアに立てたらいいなというふうに思っています。皆さんがどういうふうに練習を取り組んでいるかっていうのは、まあ、人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、僕は今回はそういう感じで練習に取り組んでいます。2016年の最後の年とかも結構そういうふうに10回やって何回ノードロップが出るかみたいなところまで持っていっていたので、まあ、自分はそういうやり方が合っているし好きかなというふうに思うんですけど、まあ、こう昨日ちょっとふと感じたのが、やっぱノードロップを出したいしミスをしたくないから、こう考えが固くなったり体が固くなったり、こうドロップにとらわれてしまったりして、なんか表現っていうところにフォーカスが当てれなくなってしまっているなっていうのに気づいた自分がいて、なんかできない自分さえも楽しもうって決めたのに、なんかそれができていなかったなと思ったんですね。なので、まあどうあれどうであれ、本番どうだあれ、その自分を受け止めようって決めているので、なんかそれが今の自分で、そこまで来れた自分をこう褒めてあげて楽しんであげたらすごくいいシーズン、まあ綺麗事かもしれないけどいいシーズンになるのかなと思うので、まあ、できない自分も楽しもうと思ってこう気楽にやったら、なんとなくこう自由に踊れた回がいくつかあったので、まあ練習も残りの練習もそして本番もまあいろいろ大人になって考えることってたくさんあるので、雑念とかをちょっとこう邪魔することもあるんですけど、まあ、何事も楽しんでやりましょうかっていう感じで僕は行きたいと思います。まあ、また本番が終わった時にどうだったかっていうこともお話できたらいいかなと思いますので、まあ、残りの練習も楽しく行きましょうかという感じで、こまちゃん頑張りたいと思います。それでは皆さんも怪我体調管理に気をつけて大阪で会いましょう。それではこまちゃんでした。